志学館大学では選挙権年齢が18歳に引き下げられた2016年から学生が授業の一環で移動式の期日前投票所を運営していて、今回の愛知県知事選挙では今日と明日、それに来月2日に開設します。今日は卒業生でレスリング女子オリンピック3連覇の吉田沙保里さんが駆けつけ、恩師の栄一仁監督とともに一票を投じました。学生が一生懸命やってくれてる、こともすごい私にも心に響きましたし、一人でも多くの人に、投票してもらえるように。前回の愛知県知事選挙の投票率はおよそ 35% と低調で、運営に携わる学生は学内の活動で投票に行きやすい環境を作りたいと話していました。愛知県知事選挙は来月5日投開票です。